ヘビの女王となった、エグレゾウ。パランガシヘビの女王、エグレは、リトアニアの伝承である。海底に住まうタイヤ族の王であるヘビがいた。ある時、人間の娘たちが水浴をしているのを見かけると、蛇王は、その一人のエグレという娘に惚れてしまい、脱ぎ捨ててあった服の上に乗って、トグロを巻いて、服を返して欲しければ結婚してくれと無理なんだよ、ふっかけてきた。 結婚を承諾したくないエグレの父親は、蛇王の迎えの馬車に、小豚屋が長王しかしついにエグレは、蛇王に迎えられ、結婚して女王となり、海底宮殿で豊かな暮らしを送ることになった。宮殿で、エグレは幸せに過ごし、蛇王との間に三人の息子と一人の娘も、儲けた。しかし、海底宮殿での暮らしが長くなると地上が懐かしくなり、 子供たちを連れて里帰りさせてほしいとジャオに頼み込んだ。ジャオは迎えに行く時のために自分を呼び出す呪文を教え一時的に地上に戻ることを強化した。地上に戻ったエグレと孫たちを見た親たちはもう海底宮殿には帰らせたくないと思うようになった。そしてジャオを呼ぶ呪文を巧みに聞き出すと、密かに海岸にジャオを呼び出し、その場で殺してしまった。それを知らないエグレが 海底宮殿に帰ろうとして、呪文を唱えると、姿形もない、真っ赤な血潮のみが噴出した。エグレが驚きかな趣味う。最後に、エグレ自身も頭皮の木に変化した。この伝承は1880年に JJ ナライタスによって記録されたが、工述者は不明とされている。リトアニアの特に東部と南部に、同様の民話が多数伝えられ、 80余りが記録されている。国民の多くに親しまれ、文学や音楽の素材として繰り返し取り上げられてきた。アールネ・トンプソンのタイプインデックスは 425M である。この伝承は、リトアニアの詩人サロメーヤ・アネリスが1940年に、エグレイ・ザルシア・カーリアンとして発表したものが有名である。またバレーでは、エドアルダス・バルスイースが1960年に、 エグレイザルシアカーリアンとして発表している。いずれも題名はヘビの女王エグレである。伝承の中に出てくる主人公エグレとはリットアニアでは女性の名として一般に用いられるほか頭皮を表す一般名詞としても用いられる。世界動物神話でのタイトルはヘビ女王エグレ世界の民話 世界動物シーンは138から139ページに紹介されたバリアントでは、エグレはポプラの木に変化する。子供たちが変化する木は種類は特定されないが、海風に吹かれては鳴き声のようなハスレの音を立てるとされている。ヘビの女王、アーグレに紹介されたバリアントでは、アーグレの家族は彼女を迎えに来た、多数のヘビに恐れをなして何もできないまま、 アーグレをヘビの王の元へ送り出す。ヘビの王は、帰京を申し出たアーグレに対して、実現困難な三つの仕事を与え、その完成を帰京の条件としたが、アーグレは、占い師の老女の助けを得て、仕事を完成させて帰京することができた。アーグレがヘビの王の元へ戻るために呪文を唱えると、彼が生きていれば、海面に牛乳の泡が湧き上がるはずだったが、 地の泡が湧き上がった。その泡から蛇の王の声が聞こえ、泡グれは事態を悟った。呪文を家族に話してしまった娘は、わずかな風でも枝葉を震わせるポプラの木に変え、他の子供たちは頑丈な柏、トネリコ、白樺に変え、自身はもみの木に変化した。1904年生まれのサロメヤ・ネリスは1945年に若くしてガンで死んでいる。 よって、ヘビの女王、エグレは、サロメやネリス晩年の作品となる。エドアルダス・バルスイースの少年は1919 19年、没年は1984年。ありがとうございます。